はい、どうも橋田剛です。あ、違う、こっちです。すいません。どうも橋田剛です。カタカナの橋田にひらがなの剛、違う、漢字の橋田にカタカナの剛です。はい、今回なんですけど、まずはね、まずちょっと紹介しましょう。僕のおすすめ、なんかまあ香水とかフレグランスとかなんかそういう匂いとかつけたりする人いると思うんですよ。もう匂いはね大切なんですよ。昔のことも思い出したりとか、 あの子がつけてたこの匂いいいなとか、本当これなんか街ですれ違った人、あ、これ懐かしい匂いだなとか、なんかあっていうので、やっぱ匂いって大事だと思うんですよ。はい、もうちょっと気持ち悪いやつになりかねないかもしれないんですけど、匂いっていうのは大事なんで、あのこれが僕のおすすめ、あの今流行ってるか流行ってないか分かんないですけど、みんな多分知らないと思うんですよね。ってことでこの1本、はい、じゃん CK1、 はい、これすごいいい匂いですよね。もう僕もこんだけ使ってるんですけど、3年間で全然使ってない。いや、でも本当もういい匂いなんですよ。これは永遠の CK1 なんですよ。はい、まあ、電車乗ってて多分 あいつ古いよって思われるかもしれないんですけど、いいんですよこの CK1。今つけるからいいと思いますよ。はい、こう今ね、例えばこのジョー・マローンってなんかまあもらったんですけど、違うよこの、まあまあいいけど、こっちだよ、こっち、皇室御用達じゃないのよ、ヤンキー御用達だから。はい、あとまあ僕らの音楽、橋田の音楽ってことでおすすめの一枚が、あ、まあ、ちょっと前回洋楽だったんで日本の音楽、じゃんベリーベストオブユニコーン、ユニコーンですね。はい、皆さんは知ってるですよね。まあ、再結成団として奥田民生さんが元いたバンドなんですけど、それのベスト、まあ、これが一番手っ取り早いんですよ。はい、まあ、本当にこれはもうみんなの好きな曲が全部入ってます。はい、だいたい知ってる曲、なんかヒゲとボインとか、まあ、大迷惑おかしな2人とか、まあ、素晴らしい日々とか、もうそう、もうこれ一枚あればもう完璧なんですよ。あと聞いたことない人でも絶対いいと思います。はい、ってことでこのユニコーン、あのおすすめなんで、中古でもどこでも売ってると思うんで、配信でも買ってみてください。ってことで今回なんですけど、まずはもう本当に街の中、駅前とかにたまに、なんでこんな人だかりいるんだみたいな時って あるじゃないですか。ああポケモンかみたいな感じの、ポケモンのモンスターをみんなでこう立ち止まって、なんか駅のロータリーの前とかで、まあ、昔、まあ、ちょっと前に流行って、またなんかそれを再発して、なんかそれ散歩がてらに休日やろうみたいな感じでやってるんですけど、前らはどうしたと、まあ、これ ディスってるわけじゃないんですけど、若者も混じってたりとかいろんな人もいたりするんですけど、もちろんそれが楽しみで趣味であれやってるんですけど、もうそれに全力を出してるっていうのもどうかと、っていうことでちょっと一言っていうか、僕なりに思ったことなんですけど、本当僕が思ってるこの言葉なんですけど、ゲームのレベル上げてる、てめえのレベル下げてるなんですよ。自分のレベル下げてる、ゲームのレベル、ドラクエのレベルでレベルが50になったり40になったり、下がっちゃったな、60になったり80になったりとか、99目指そうとかこうやってる人いると思うんですけど、その間の自分のレベルは下がってると、まあ、これは断言できないんですけど、でもレベル上げて、ゲームのレベル上げて自分のレベル下げてんじゃねえのかっていうことで、まあ本当ね、もうとりあえずこれを見てる人はもうとりあえずやりたいことやってこうぜっていうことで本当に思うんですけど、本当なんかもしなんかいい、もうとにかくもうなんかこうやりたいことを、スポーツ選手になりたいんだ、野球選手になりたい、サッカー選手になりたいとか、バスケになりたい、ラグビーの選手になりたいって言ったら、人がゲームのレベルの、ポケモンのレベルを上げてる間に自分は外で素振りしてないとなれないと思うんですよ。はい、まあ、それと僕が思うのは、あと宝くじとかみんな買ったりとか、まあいろいろギャンブルとかこうあると思うんですけど、宝くじの一等賞当てるよりも大リーガーになる方が簡単だと思うんですよ。大リーガー、まあプロ野球選手になったりとか J リーガーになる方が簡単だと思うんですよ。本当にその宝くじの、豆粒に1個、米粒に1個当てるよりも、プロ野球選手っていっぱいいるじゃないですか、何千人も、まあ、何万人って多分いると思うんですよ、2軍でも3軍でも。まずそこに入ったりとか、バスケ選手 のプロのリーグ B リーグに入ったりとか J リーグに入ったりとか、まずそこに入ることの方が簡単だと思うんで、夢を追うんだったらそこで1億円プレイヤーになって、1000万プレイヤーになってやれば、宝くじ1等3等4等当てた、5等2等1等当てるよりも簡単だし、それ以上に稼げるわけじゃないですか。で自分の好きなことも含めね、
それはスポーツでも企業でもそうだし、なんかそっちになる方が宝くじ当てるより簡単なんですよ。でもそのためにはゲームのレベルを上げてる間に素振りしたりとかリフティングしたりとか、もう本当血が出るほどね、そのまあ株だったらチャートを見続けるとか、本当目から血が出るほどもう本当本を読むとか、まあ例えばなんかそのなんか学者になりたいとか医者になりたいとかだったら、もうその間人がポケモンのレベル上げてる間自分はレベル下げちゃダメなんですよ。その間にやれば上がるんですよ。はい、だと思って今回勢い余ってあのやったんですけど、あのやってあのあれだったんですけど、まあ、じゃあ俺は何かやってるのかってやってないです。下手だったってヘタレだから。だからこの番組はヘタレの時代来たれなんですよ。本当にもう本当にもうだから俺含めヘタレが頑張ろうぜって話。もうできてるやつがなんかかっこいいトークし合うんじゃなくて、ヘタレがヘタレの時代来たれだから、ヘタレがこっから上がっていく、あれ見てて俺やったぜ俺もやったぜってヘタレがいい、なんかこうのし上がったニートなんだけど、ニートのまんまそのなんかこうなんだアフリエイトで儲かっちゃいましたとか、なんかそのなんかそこを活用してなんかこう地下からアンダーグラウンドから抜け出そうぜって話を、本当になんかその最近カイジでクズだクズだとか言ってるけど、そんなんじゃないから、もっと地下の穴掘ってもうあれだから、もう本当にもうすごい裏側のブラジルの向こうのアンドの後の突き抜けて宇宙に行って壁があるのか分かんない都市伝説の話になっちゃうぐらい、もう本当にあのこっちの方が下にいるから、はい、でも下なんか向いてんじゃねえ、トイレしてる時とかにたまにこういう風に男でしたね、おしっこしながらこうやって、とか、あと釣り革持ってこうとか、なんかねネガティブバイブレーションじゃダメなんですよ。もうトイレのしてる間もこういう感じ、もう上向いて道歩いてる時も上向いて、もう釣り革持ってる時もこうシャケットはしてないと、そんなやつに影響かけられたって何にも面白くないんですよ。でお前から何にもやりたくないって思うわけですよ本当に。ということでね、あんともうこんまたちょっと長くなっちゃって、あのダルビッシュになっちゃってあれなんで、皆さんに、素晴らしい日々が訪れるようにってことで、今回はこれで終わりたいと思います。かましていこう。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございました。